あら青少納言さんあら紫式部さん聞くところによるとあなた私のことを日記に取り上げてくださったとか当たり前じゃないですか心の底から感心したんですから利口な振る舞いをしているがでねだってその通りじゃないですかあなた上品部っていろいろ偉そうに書いてあなただってくだらないラブストーリーなんて何十回も書いてくだらなくないよ超文学的じゃんどこがまず主人公が魅力的主人公超美男子で歌もすごくて名前は ゲンジアイドルかまたそうやって美形の登場人物出しときゃいいみたいないやキャラクター性もマジいいからすげえ切ないからどういいのさ光源氏は義理の母親へのかなわぬ恋に身を焦がすのよマザコンかそれだけじゃないの母親の面影を持った若紫ってこう幼い頃から見守り続けるのよマザコンか家来と一緒に部屋敷の中をこう見守るのストーカーかそして彼の母親の名前はフジツボっていうの そんなこと言われても海の生き物かいや知らないよえ藤フジツボっていうのはヤとかにびっしり違うでしょそのフジツボはあんた自分が描いたキャラクターじゃんあとこの時とかマジ優しいから源氏あ流すんだ末妻花って話の時末妻花ベリマラのこと源氏がロマンチックな一夜を共にした女性の顔を朝見たら赤くて醜かったことに気づくのだから末妻花ってあだ名をつけるんだけど結局は面倒見るのよいやそれ悪口じゃん最低じゃんってさっきから聞いてる限り源氏ダメ男じゃんそんなこと言うあんたの作品なんて退屈じゃん何言ってんの マクロの創始超有名だから絶対みんな知ってるよほらこれとか「春は明けぼって言われてもあんたの好きな時間なんて知らないしいいよ随筆なんだから物語性に欠けすぎこう若紫との切ない思いみたいない,いいよ若紫は随筆はそうやって自分の感じたこととか条件を表すんだから情景<件>夏なんてみんな絶対共感するし夏は夜月の頃はさらなり闇もなお ホタルの多く飛び地がいたるそして海辺の海岸には藤壺がびっしり気持ち悪いよそうじゃなくてこう美しいやつ夏は夜若紫との甘い夜勝手に混ぜるないいよもう若紫はだって美しい恋物語じゃん純愛じゃんどんだけドロドロした純愛だよああ光源氏みたいな男いないかなえこんな男がいいのバカじゃないの若紫って若干紫式部を重ね合わせてるからなあんた若紫だよ